皆さん、スタハンいかがだったでしょうか。どうも、プロスピナンバーワン芸人の青野隆之です。よろしくお願いします。青野ちゃんです。よろしくお願いします。さあ、千賀さんホーム画面。自身もセーブラインということで、無課金明かりでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これ撮影してるのが土曜日の朝なんで、まあ、まだ全然スタハン終わってないんですけども、この動画が放送されてる時にはもう終わったということで、まあ、3日間か、お疲れ様でした。はい、スタハンって神戸なんでね、もうこういう、まあ、年に2、3回しか来ないんで、まあやっぱこういう時はね、V のもあったり試練もあったりするのがね、やっぱ一番いいと思います。ということで、今日はもう出ちゃってます、出ちゃってます。はい、この選手を使っていきます。エキサイティング千賀選手です。ありがとうございます。ありがとうございます。千賀滉大選手はまあ、9位スタミナ同値なんですよね。だからこれを崩したくないんですよ。実はね、一回消防チャレンジできるんでやるんですけど、これ崩したくないと。じゃあどうすればいいかっていうと、やっぱちょっとね、請求を上げたいんですよね。そう、請求を上げたい。まあ、それ以外はもうね、動かなくていいです、9スタは。はい。で、まあ、この千賀さん、まあ、何が一番ね、去年のものと変更点があるかっていうと、スプリームだよね。そう、スプリーム戦が初仕様なんで、まあすごい楽しみではあります。ただこのエキサイティング戦賀さんはタイピング白熱になってますよと、いうことでございます。まあ、これがどう影響してくるのか、今日ね、ランク戦ルーム戦両方やっていきたいと思いますので、ぜひとも最後までご覧ください。よろしくお願いします。ごめん、称号チャレンジあったね。ごめん、称号チャレンジ、あのね、まあ精密機械か永久機関か、勝利の下狙いなんで、まあ5枚使おうかな。うん、これで9スタどっち崩れたらきついよって話だけど、シャピンからのスタどう処理の下、うわうなっちゃった。うわ、でもこれ千賀さんっぽくない？なんかこれ千賀さんっぽいわ。ちょっとこれでいくわ。さあ、じゃあね、リアタイランク戦ですね、いきましょう。エクストラージさん、よろしくお願いします。さあ、お相手の投手、セレスガですね。さあ、いきましょう。無課金赤、もうやっぱ変化量毎日なんだね、セレクション菅野さんって。まあこのね、セレクション菅野さん結構強いんだけど、タイピング出てからっていう感じもあるんで、そうそうそう。はい、ありがとうございます。ちょっと遅かったかな。で、2番正隆っていうね、2番正隆がかっけんすよ。この正隆さんね、阿部ひもってるからかなり打ちやすい。裏広角出ないか、まあ、しゃなしで、まあ、最新 C の柳田さんも惜しいんだけど、スピ3700なんで、まあ、ちょっときついっすよね。結構ね、やっぱスピ負け3700はもうスピ負けし始めてきてるんで、まあ、ちょっときつい。まあ、3800はまだいけるかな。おーね、もうさあ、千賀さんが、あー、ボールやん。え、結構フォーク曲がるね、落ちるね。で、ノリ交流戦大活躍のノリ。そうですね。あー、今の入ってんのか。変化球わずかに外れてボール。はい、やりてます。これがノリです。まあ、これがノリなんだよね。だから岡本さんより俺はノリ派なんだよな、やっぱり。言うても岡本さんよりノリ派なんですよ。ノリ打ちやすいんだよね。まあこれも、まあしょうがない。さあ、じゃあ千賀さん行きましょうか。千賀さんで、僕的にはタイピン出しても全然ありな。はい、うなる剛腕もついてるよと。さあ、まずスプリーム、これが結構ね、俺いいと思うんだよね。スプリーム、ツーシームの使い分け、ナイスコースですよね。幅が絶対広がったんだよね、千賀さんの投球の幅。
そう、それがめちゃめちゃ広がってるから。俺は大好きっすね、このバージョンの千賀さん。早くそのスプリーム千賀に、まあ、継承した方がいいっすよ。タイピンなくてもいいから。僕はおすすめする。タイピンなしの千賀さんでも、まあ、スプリーム持ってる方がいいから。間違いないっすよね。3番バッター岡本ヒットでランナーを1塁に振っています。ここのスプリングとか結構おもろいよ。あー、まあだからコントロールがちょっとね、コントロールがちょっと悪いっていうのがまあ千賀さんの、しゃーマジかよ、めんどもう相手のスタンプもめんどいしさ、もうフォーク、あのね、千賀さんでね、フォーク一辺倒でも全然いけるんですよ、実は。抜けフォークなのか、抜けフォークじゃないのかの二択だけでも全然いけるんで、いやー、きついな、もうちょい、てかスプリーム怖いね、でも投げるの。はい、セカンドです。ここで村上ゴアヤチ、ここで出たナイス。まあランナーいませんから、ここは当然これよね。考えなくてはいけませんね。そうですね。村上くんのいいところこれよね。次が2球目。ああ、これ広角出てるけどダメ。もうちょい流さないじゃん、あれは。外に一発いってもらえますか。アウトコース打ちました。吉川。寂しい子か。ツーアウトランナーありません。寂しい子。はい、これがビシーよ、超広角の。これがビシーなのよ。まあすごいっしょビシー。あかん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 、ハヤトあかん、それあかん。さあじゃあ、あの千賀さんってフォークで抑えられるんですよってとこ見せましょうか。で今のも抜けフォークなのか落ちるフォークなのか分かってなかった、まあ、それなのよ要するに千賀さんって。でフォーク、うん、まあこれの落ちる方が、これ落ちる方が分かんないでしょ。これも苦労してますわ。はい、ありがとうございます。まあ、この方フォークと抜けフォークちょっと苦手かな。マキ本格出てないね、 OK。 で1球、まあ、内角のストレートを、まあ、見せるんですよね。そう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 、でスプっちゃうんだよね。あー、まあスプっちゃったらよ、まあスプっちゃうのあんま良くないな。あんますくんない方がいいかもな。でカットボール、あーもういいよ、全然いいよ。でフォーク、ありがとうございます、全然いい、されてます。縦スラー、よいしょ、オッケー、やりました。これがショート坂本隼人、特殊 A の坂本隼人使ってる理由です。さあ続いてルーム戦いきましょう。さあじゃあルーム戦いきましょう。ご協力いただいた方ありがとうございます。お相手の方達人で、まあ、今達人っていうことは結構強い方だ。そして1番糸井は猛者です。1番糸井は猛者です。猛者確定です。はい、楽しみです。まあ、内角の低めにちょっと集めていくスタイル、うん、入りました。で、まあ、さっきじゃあ通用した抜け法、抜け法ね、まあ、これがまあやっぱ強いですよね。まあ振ってこないか、それは。でもこのスプリーム、それを運ぶんだな。まあ、うまいっすよね。あれをさ、ヒットにできるっていうのはまあうまい方や。オッケー、ナイスナイス。このね、あのね、千賀さんってスラブも結構強いんで、うわ、たけしさん。おわ。ちょ、たけしさん、長剣。で、さっきの、ありがとうございます、セカンド。おい、流せる方ね、おっとおっとおっと。まあ、うまいよね、基本。ちょ、パリケーにしようかな。パリ系のちょっとパリ系で外角攻め、そうですよね、振ってこないよね。
ハリケーンに引っかかれ、うまい、これはうまいわ。やばい、やばい人呼んじゃったルームに。あールームにやばい人呼んじゃったな。まあしゃーなし。ライト、ナイス。オースティンも全然守れるよね。まあしゃーない。ここのスプリームも結構強いはず。うん、スクリームがね、やっぱ迷うんだよね。で、同じところにツーシームとか結構、まあ、同じところにツーシームとか結構おもろい配球なんですよ。コントロールがきついな。いやー、強い方だわ。ショート、ナイスショット。特殊 A の坂本彩さん、いいね。はい、1回ぐらい何もありませんでした。はい、もう本当に、恥ずかしい限りです。はい、ご協力してもらってね。まあ打てればね、あ、さすが配信者だなって感じになると思うんですけど、まさかの打てないですね。さあ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 、うなる剛腕、うなる剛腕の千賀滉大、ここのギリギリストレート OKOK、ナイスナイスナイス、いいね。あ、長谷川さんだ、 TS。 うわ、あー、広角、広角出てないね。で、ここのツーシームですよ。ここ強いですよ。ここ強いからね。やっぱあのさ、抜けフォークなのか、フォークなのかがやっぱ強いっすよ、あれは。あれ強いけど、やっぱり、まあ、流せる方とか、まあ、そこら辺に来ると、ちょっとパリケンでしょうか。まあ、やっぱ厳しいよな、ノリさんに持ってかれたからな。ちょっと抜けフォーク行こうか。これでパリケの罠に引っかかれ。どうした？お相手の方じゃないの？どうした？オッケー行こう。パリケ。ここのツーシームとかどう？おもろくない？ほらー、ありがとうございました。さあ、じゃあ最後僕の攻撃を見てもらって、はい、お会いにしましょうか。はい、これないバッチ、これないバッチ。え、